これはクラスで仲良しのヨッチと学校帰りに新しくできたゲームセンターに遊びに来た時のお話です。うん、見ろよ、めっちゃ広くね。ねえ、ちょっといろいろ見てみよう。そうやな。よっしゃ、じゃあこのお菓子取ってやるぜ。よし、頑張れ。よっしゃ、狙えよ、ちゃんと。シェイシェイ、あいやー、全然取れないやん。やっぱ下手くそだね。はぁ、ごめんごめん、言い過ぎた、ごめん。はぁ、ごめんごめん、言い過ぎた。別な釣りに行こうぜ。そうやな。な、ごめんな、そんな怒んなってな、シェイシェイ、ごめんな。なんか面白いのないかな。あー、なんか一つは取って帰りてぇよな。お、あれなんだ。え、クレーンゲームの中に。にしても私を取ってにゃん。かわいい。よし、決めた。俺あの子取るわ。え、大丈夫、人だぞ。なんか気味悪いし。何言ってんだよ、あんな可愛い子はもらえるんだぞ。なんだっていいだろ。よし、よし、この辺かな。おお、やった、すげえ。取ってくれてありがとう。私を連れて帰ってくれる？うん、もちろん。ってことで俺帰るな。おおはよう。あれ、ヨッチどうしたんだろう。いつも一番に来てるのに。それからヨッチが学校に来ることはなかった。俺はまたあのゲームセンターに何気なく一人で足を運んだ。ヨッチとここ来たな。でもどこ行ったんだろう。これって、この子はヨッチが連れて帰った子。もしかしてヨッチがいなくなったのと何か関係があるのかな。お邪魔します。適当に座ってて。ねえねえ、ミミ何でもやるからずっとここにいたいです。ミミちゃん、自分の家とかはないの？ミミ、お家なんてない。だってゲームの景品だもん。そっか。だからシュンシュンくんが座ってて。でもミミに何でも任せて。それから彼女は僕のためにと掃除や洗濯、料理など僕に献身的に尽くしてくれた。シュンシュン、ミミのこと好き？当たり前じゃん。ミミがいないと俺生きていけないよ。嬉しい、シュンシュン大好き。いつの間にか毎日を過ごしているうちに僕はミーミーのことを心の底から愛してしまっていた。シュンシュン、出したのミーミー。あのね、寂しくなっちゃって一緒に寝てほしいの。いいけど。
シンシンにもし彼女ができたらって思ったら耐えられなくて、私だけのものにしたいの。だから死んで。彼女なんか作るわけないじゃん。私のこと愛してないの？俺はミーミのことを心から愛している。最初の出会いは景品だったけど、今では永遠の愛を誓い合っている。うん、わかった。殺してくれ。ありがとう、シュンシュン。バカな男。いらっしゃいませ。本日数量限定の目玉景品が入荷してますよ。なんと人間の女の子がゲットできちゃいます。ただしこちらの景品には1点注意点がございます。惚れさせロボット、こちら人をベタ惚れにして壊してしまう可能性がございます。そちら気をつけながらお使いください。それではごゆっくりお楽しみください。シュンシュンのナレーションのとこの、献身的に尽くすミーミです。3、2。Mm-hmm.